いや、だからね、そのオナニー作戦ってやつもね、片白がなければうまくいかへんから。だから相手のね、女性の写真とかももちろん片白になりますけど、大してそのね、長い時間は続かないでしょ、それはね。まあ、それよりこのモバイルのが危ないよね。そのアナログ写真よりも、デジタル写真、デジタル動画のが片白としては非常に危ない標的であると。言い方できる。しかし、こんなにね、ひどいことになるわけではない。だから、一人に、うちの妹、いわゆる加藤明日うち、姉であるうちの、連結関係って連結関係って言ったら、変やな、どう言ったらいいやろ。同一人物性を悪用した人物がいるかっていうと、いや、別に普通に、変わったセックスを二人で楽しんでるだけかもしれないし。じゃあ、変わったセックスをね、恋人同士で合意の上でね、例えば、坂本勇人選手と、いわゆる加藤飛鳥がね、なんか、ね、面白いセックスをね、ついついしちゃったよね、って言ってても、こっちの坂本くんの、ちょっと、言ったら、まあ、向こうはね、名選手やから、だから、困りますよね。こうやって悪口をズバッと言えないのももうかなりやられてるの、向こうで。じゃあ、さっか、要するに、いわゆる片付けに対してね、そういう奇妙セックスした連中、ほどね、もう取り返しがつかない。帰れないと。元の世界ね、あんたらの。永遠に、ね、うちやさやかの体内でね、休むことなくね、ベンチがやから、さすがに。しかも、独立ベンチみたいになっちゃったでしょ。別動隊しかない、そのお方の別動隊。永遠の軍隊みたいな。しかも、その数半端ではない。で、しびよくそのね、高等動物になれるかというと、それほどでもない。むしろ高等動物になればなるほど、あんたらの本来の世界に非常に帰りにくくなっていく。しかも、こんなにね、因縁つけられたらね、ここうちの体内なんですけどね。うちの体内でうちが呪うだけでね、あんたらは。本来の世界の地下、外からのね、あんたらの、本来の体がある世界のあんたらが、急にね、突然死したりする。それぐらいあんたら、うちに因縁つけすぎた。